東武300系電車、東武300系電車、東武300系電車は、東武鉄道の電車。急行列車、霧、降り、湯の里用として1991年、平成3年7月21日に営業運転を開始した。その後、霧、降り、湯の里の特急列車への格上げにより、実質的に急行用から特急用となった。 本校では300系の4両編成車で、主に特急列車、下付けに運用される350系、電車、350系電車についても記述する。伊勢崎線日光線系統では、優等列車として、特急の他に、快速急行が存在したが、この快速急行には、快速用の6050系が使われており、車両のグレードなど、 サービス面での向上が求められていた。こうした中、休行1999年により、特急、両毛で使用されていた1800系のうち、200系の増備で運用を離脱した1813編成、1816編成、1817編成、1818 18編成を改造し、6両編成を300系。 4両編成を350系とした。350系の改造主車となった1800は6両編成2本であったことから、352編成のみ、中間車を方向転換の上戦闘車改造している。このため352編成は、客室窓の窓割りや台車の構造が351編成、353編成異なっている。 この300系、350系の登場により、快速急行は急行に変更された。また、これに伴い快速急行運用から6050系が撤退、運用の空きができたために、団体用などの臨時列車にも使用されるようになった。そのため、従来これらの臨時列車に充当されていた5700系が、営業運転から離脱した。現在では、 工述するように特急へと格上げされ、主に伊勢崎線、日光線宇都宮線内で運用されている。車体塗装は6050系やデビュー時の100系に習い、ジャスミンホワイトを基調とし、パープルルビーレッドとサニーコーラルオレンジの帯を巻いた、日光線優等列車のイメージカラーを採用している。前面の頭具類は、すべて1800系1819編成と同じ。 格型に交換された。車内座席はすべて、主車そのままのリックライニング機能がない、回転クロスシートである。フットレストを備え、背面に折りたたみ式テーブルがあるほか、窓の下に細長いテーブルが折り込まれており、利用者はそれを引き出して使用することができる。デッキ内には、トイレ、和式、清涼飲料水の自動販売機がある。車内販売サービスは行われていない。 テレホンカード専用車内電話もあったが、猛輪停波のため2012年3月31日で撤去された。後に 300K は自動販売機も撤去された。種社の 1800K で使われていたものが流用されたが、両系列ともに日光付近の勾配に対応するため、1800K 時代にはなかった発電ブレーキ、そもそも即ブレーキを追加装備している。 それに関連して、主電動機を 375V 定格の TM-63 に統一の上、300K を 1800K 時代の 3M3T 編成から 4M2T 編成としている。2006年3月18日のダイヤ改正で、列車種別変更が行われ、従来の座席指定性の急行列車はすべて、特急列車に昇格した。ただし、百系 スペーシアと車内設備に格差があることから特急料金は改正前の急行料金並みに抑制される等の措置が取られている。それに伴い、側面種別表示は緑地に白文字から金色地に白文字と変更になった。また、全面種別表示も緑色の急行から金色の特急へと変更になった。2018年5月20日までは、 種車となった1800系の最終編成、1819編成が臨時快速や団体専用列車として日光線東部日光駅まで乗り入れており、臨時特急に入った300系、350系と顔を並べる子もあった。種車の製造から45年前後経過しており、近年は老朽化が顕著である。そのような中、300系が 事故の通りダイヤ改正前日の2017年4月20日を最後に運用を終了した。1997年3月までは休校、霧、降り、湯の里で運用されていたが、両列車の定期運用廃止により定期運用を失った時期もあった。その後、2006年3月のダイヤ改正で特急へと格上げされたと同時に設定された浅草発南栗橋行き。 霧、フり283号、2015年現在は285号、2013年3月のダイヤ改正からは、浅草20日須壁行き、リフリー283号、どちらも平日運転として300系の定期運用が復活した。この列車は JR でいう、ホームライナー的要素が強い。他に、臨時運転の霧、振り、湯の里及び団体専用列車。 伊勢崎市民号などに使用された。車両故障等でやりくりがつかない場合100系、スペーシアの大蔵に使われるが、サービス面で大きく劣ることから、特急料金不要の措置が取られていた。また、2001年から冬季に運転される、臨時夜行列車、スノーパルト、翌2002年からは、毎年6月から10月に運転される、臨時夜行列車、 小で谷港に従来使用されていた6050系に代わって300系が重当れていた。2015年12月には野田線経由の浅草発運河駅臨時特急、霧降り267号にも重当された。500系、リバティの導入による運行形態の変更に伴い、2017年4月20日の霧降り285号を最後に運用を終了した。また、 同年4月16日には引退記念列車として切り、振り275号が浅草駅から東竹光駅まで運行された。浅草駅東部宇都宮駅間の特急、下付の一を往復に使われており、300系と同様に臨時運転の切り振りや湯の里にも使われている。なお、2005年2月28日までは、野岸鉄道、 ア津鉄道に乗り入れる浅草駅ア津、田島駅間の急行、南ア津の運用もあり、この運用を引き継いだ、浅草駅から、新藤原駅間の急行、湯の里には2006年317日まで、使用された。2014年6月からは毎週金曜日に、浅草発新土地ギーキ臨時特急、霧、振り269号に充当されている。 353編成は2010年4月24日から同年8月までスカイツリートレインとして運行されていた。これは車内に東京スカイツリーの写真等を展示しているものであり、前面や側面にもラッピングがされていた。またこの期間、特急、霧、振り275号は湯の里275号に変更されていた。なお、運行初日の 湯の里275号のみ、特別ヘッドマークを取り付けの運行であったが、車両不具合のため浅草発はラッピングなしの351編成で運転され、新栃木で353編成と車両交換を行った。なお、スカイツリートレインの名称は2年半後の2012年10月から650系を改造した。 展望列車634型の臨時特急の愛称に使われた。前行の通り300系は2017年4月20日を最後に運用を終了したが、本系列は翌日のダイヤ改正以降も引き続き運用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。